チャオ、小入間木です、今日は、見事、2階級制覇をした、名高選手の、試合が今終わって、ちょうど今ね、ここは代官山の蔦屋なんですけど、こちらの方で撮影させていただきます。とにかく名高くんは上手いですね、強くて上手くてね、もう芸術的な試合を見させていただきました。実はね、名高くんとはうちの選手が、名高選手のところに出稽古に行かせていただいたりしていまして、そのつながりでね、今日は中川会長に、チケットを取っていただいて、試合見に観戦しに行きました。場所は渋谷で行ったんですけどね、会場もすごくね、活気にあふれた場所で、で今日はね、彼の試合を、見たんですけど、やっぱりね、タイの試合なので、ワイクー、久々にワイクー見ました。名高くんのワイクーもね、とても綺麗でね。でワイクーって何かっていうとね、分からない人には説明するんですけど、タイの踊り、これは選手が、今までお世話になったトレーナーだったり、仲間だったり、あとはね、親だったり、そういうね、自分のそばにいる人たちに、今日このリングの上で試合をする、その試合をするために、皆さんの力を借りましたということで、皆さんにこの踊りで感謝するっていうのがね、タイの儀式のワイクーです。試合前に行うワイクーで、これ名高くんのね、ワイクー初めて見たんですけどね、とても綺麗なワイクーをしていました。でいざ試合が始まってね、1ラウンド目2ラウンド目始まったんですけど、名高くんのね、速い左ミドルと、あとは三日月蹴り、前足でのね、それが相手もサウスポーね、名高くんもサウスポーなので、右足ですね、右足の前蹴りと、あとはミドル、そして鋭い三日月、もう前蹴りのような鋭い三日月が非常に良かったなって思いました。もう蹴りの手数もね、1ラウンド目勝ってると思いましたし、1、2とで3ラウンド目からね、やっぱりタイ人動き出してくる、どんどん前に詰めていこうとするんですけどね、それも首相撲にさせない、で攻撃を来た瞬間もね、本当間一発ねかわすし、首相撲に来ようと思っても首相撲にさせないぐらいバックステップがうまいしね、彼の特徴として今日見てすごく思ったのは、まずは攻撃をした後の防御の素早さ、あとは来た瞬間に頭の反応、頭でクッて動くね、頭の反応と、あと足のスピードですね。もう足のスピードがね、ワンステップではなくてワンツースリーとね、早い段階でねすぐ動く。だからこの防御率、普通だったらね、来たら頭かわします、そっから足かわしますとかね、足かわしました、その後頭かわしますとかね、こういう段階でね、普通はね防御するんですけど、彼の場合はもうね、来た瞬間にね、足がね 1,2,3 と小刻みにねバックステップして、で余裕のあるかわしをしたりとかするんですよね、だから彼の防御率っていうのは、その下半身のステップの速さ、これがねすごい速いなと思いましたね、なのでね、彼の良さっていうのはその防御率、後ろのステップの速さ、あとはキャッチですよね。キャッチしてこかすっていうのがね、日本の選手誰よりもうまいんじゃないでしょうかね、パンチの一発ももちろんありますね。パンチ、左のストレートの一発もあるしね。でそれもすごい間合いで入ってきます。呼吸の取り方もうまいですね。ここだっていう時に一瞬で入ってきたりとか、気を緩んでる時にパッと入ってったりとかね、この間合いのね、呼吸の読み方っていうのがすごく彼はうまいです。突然入っていくっていうね。でやっぱり皆さん聞きたいところだと思うんですけど、もし那須川天心と、名高くんが試合をしてたらどうなったかと思うんですけど、これはもちろんね、そのルールにもよります。ムエタイルール、組み技があり、首相撲があって肘があるっていう、このルールだったらどうなのかって、もちろんこのルールだったら僕は名高くんが勝つんじゃないかなと思います。で首相撲もなくて、肘打ちもないしで行ったらどうなるのかっていうところなんですけど、これもね、僕はもしかすると名高くんじゃないかなと思いますね。理由としては那須川天心の攻撃早いんですけど、那須川天心くんのね、攻撃も早いんだけど、それ以上に上回るね防御率が、あるんじゃないかなと思ってるんですよね。
で、あと蹴った時に一瞬でねキャッチしてこかす力もあるので、まあ、これも踏まえるとねやっぱり僕はちょっとの本当のちょっとの差でね長川くんが勝つんじゃないかなとは思うんですよね。上手かなと思ってます。ただ体重がね那須川天心の方がちょっと上ですよね。なのでその体重差を考えるとどう体重調整していくかっていうのもあるんですけど、ただそれだけね奈良川くんはパンチもらわないですし、パンチもらわないですし、あとはね蹴ってもキャッチしたり蹴りの防御もうまいし、本当回一発でかわすしね、リズムも速いしね、まあ、こんなねキックボクサーは今まで見たことないですね。まあ、いろいろねキックボクサームエタイの伝説といえばねアタチャイ選手がいたりね、今で言ったらねまあ、ブアカーもそうですし、まあ、いろんな強い選手たちがいっぱいいますけど、まあ、長川くんはその歴代の中でもかなりの上位に入る選手だなと思いますね。で今日ね試合が終わって、彼のマイクを聞いてたんですけど、まず1階級を17歳で、制覇したと、チャンピオン取りましたと、で今日、もう1階級取りましたと、で3階級まで取りたいっていう話をしてたので、3階級制覇まで絶対にこれは取りに行くんじゃないかなと思います。しかもね早い段階でいけるんじゃないかなと思いますね。まあ、彼のね練習、まあ、僕もね出稽古でね見させていただいたりもしたんですけど、まあ、シャドーボクシングからねもうおって思うようなねシャドーボクシングしますよ。とにかく早いです。最初にね7キロのランニングをして、そこからね戻ってきてバンテージ前でシャドーボクシング、そこから開始するんですけどね、このシャドーボクシングからもねやっぱね強い選手って何が違うのかなってこう見てると、やっぱりね同じ練習してる選手もね、いろんな選手僕も見てきましたけど、やっぱりトレーナーがいいとか環境がいいとか、なんかねいろいろあると思うんですけど、もうねやる気の違いです。俺はもうやる気がある、俺はこの格闘が好きなんだって、もうとにかくこれがもう大好きでしょうがないんだっていう、まあ、それをねもうまざまざとね奈良川君の練習で僕は見させていただきました。でもちろん今日の試合もそうなんですけど、で最後のマイクもすごい良くて、僕は2階級制覇しましたけど3階級取りたいと、であともう一つは彼が言ったのはとにかくキックが大好きなんだと、ムエタが大好きですと、ムエタが大好きなんで、この大好きなことをもっともっとね続けていきたいし、もう大好きで愛していきたいっていうことをね、言ってましたね。あと最後もう一個、そのスターになりきれてないと、まだ僕はスターになりきれてないので、もっともっとスターになるためにっていう話をしたんですけど、僕は彼がスターになる必要はないなと思ってるんですよね。まあ、スターになる必要ないというか、もうムエタイ界ではスターですけど、キックボクシング界ね、格闘技界ではもうスターなんです。ただきっと何を言ってるかというと、那須川天心、ね、選手とか、あとは井上尚弥選手とかのことを言ってると思うんですけどね、僕はもう完全にこのムエタイの井上尚弥だと、僕は長川君完全に、井上尚弥だと思ってます、ムエタイのね。だから長川君にはね本当にスターになりたい、もっともっと有名になりたいとかそうじゃなくて、今彼は実力できてる、まあ、いろんなね雷神出てる選手とかね有名になってね、いろんな発言もねうまかったり、いろんなねうまくね打って選手をね上げてる選手っていうのは僕らの時代と違って今いっぱいいますね、 SNS 使って。ただ名高選手はそうではなくて、もう実力で本当の格闘技っていうので上がってきてる選手なので、まあ、彼にはそういった意味でのスターになるんではなくてね、本当の実力派の本物になって、もう本物ですから、本物のスターに、もうなってると思いますけど、みんなに知ってもらいたいなと本当思います。まあ、奈良川君次は3階級ということで、またね、まあ、僕の選手もで稽古また行かせてもらいますし、僕もねまた奈良川選手の練習を見に行きたいと思いますし、あとはやっぱり3階級しっかり取って、その先のね奈良川選手っていうのもね見ていきたいなと思います。まあ、とにかく一つ言えることは、ムエタイ界の、井上尚弥です。彼は井上尚弥すごい、那須川天心すごい、タケルもすごい、でも
吉成奈良か、彼は本物です。今日それを見させていただきました。今日はそれを伝えたく、YouTube 撮らせていただきました。以上になります。